前回ですけど、小学生あるあるが僕らのチャンネルでヒットしましたということでね、みんな爆笑したとか面白かったとか、子供が同じ動画ループで見てるとか、第2弾作ってほしいって言われて反響があったんで、今回第2弾作りました。イエーイということで、今回は小学生あるあるだけじゃなく、いろんなあるあるを作ったんで、最後まで見てください。 VTR スタート。小学生あるある。終業式の日に帰ってきた子供。おかえり。おかえり。もう重い。あるちゃん、もう無理。もう無理。じゃんけんでズルするか。最初はパー、イエー、勝った弱い。武器を持つと変な効果音をつける子。これやるやってやるぜ。ジュシ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 。育児あるある。子供にご飯をあげるときに親も同じように口を開けてしまう。あー、まあわかるよね。子供にやたらチューをする人。寝かしつけて置いたときに泣く赤ちゃん。ねえねえよ、ねえねえよ。おしめを変える最中におしっこを出されてしまう。あー、おしっこ出た。うん、変えようね。あ、いっぱい出てるね。いやいやいや、おしっこ今出てる。いや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 。ゲームあるある。ゲーム最中近くまで顔を寄せる子。いや、ちょっと見えん、ちょっと見えんって。マリオカートをやってる時に手も一緒に動かしちゃう子。さあ、マリオカートでもやるかな。よし、スタートダッシュ決めるか。おお、危ない危ない。ああ、ゲーム最中に独り言を言い、なぜか関西弁が出る人。おー、危ない危ない。おい、死ね死ね。おい、避けろ避けろ。こっちこっちこっち、こっちだって。おい、危ない危ない危ない、いて、危ない、死ね死ね死ね。あー、なんでやねん。はい、今回の動画どうでしたか。面白かったですか。もしよかったら高評価、グッドボタンを、あとチャンネル登録お願いします。なんで